はい、始まりました給与明細チャンネルです。毎日投稿してるのでチャンネル登録、高評価お願いします。今回は奈良県の、建築業の営業正社員7年目28歳の方の給与明細です。仕事内容は注文住宅の営業としてお客様の接客対応をする。仕事に必要な資格やスキルが建築士、Adobe、Excel のスキルが必要。勤務時間が1日12時間で残業は毎日2時間程度。収入は年収430万。で、この仕事につき定価へのアドバイスとしては、昔ながらの考えの社長や職人などが周りにいるため、新しい考えを受け入れられない方も多くいます。提案の仕方も工夫が求められます。で、給与明細です。本給が21万9000円、役職手当2万円。住宅手当8000円、時間外手当74,688 円、総支給が321,688 円、そこから控除が引かれて手取りが250,026円となっています。今回は建築の営業の方の給与明細でした。控除で旅行積立金3000円引かれてるんですけど、こういうのってもう今の時代、行きたいか行きたくないかで選べるようにしてほしい控除の欄だというふうに思いました。あとは給料が高かったりして、それといって不満もなさそうないい会社だなっていうイメージです。今回はこれで終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。